いい王。ラテン、文字転写、は、ギリシア神話に登場する女性。長母音を省略していい王とも表記される。ゼウスの恋人であり、目牛に姿を変えられて、ギリシアからエジプトまで各地を彷徨た。いい王の生まれに関しては、諸説があり、アイスキュロスら悲劇詩人の多くやオィディウス、ヒュギーヌス、年代記作者のカストールらは、 川の神イーナコスの娘であるとし、兵士を出すアクウシラオスによれば、ペイレーンの娘とする。アポロドーロスは、イーアソスの娘との説も紹介している。イーナコスは、アルゴス地方、アルゴリスを流れる川であり、アルゴスは、ゼウスの日ヘーラー信仰の中心地であった。イーオは、アルゴスでヘーラーに仕える、女神官を務めたとされる。以下は 主として、アポロドーロス、E ン1.3に基づく。e 王ーーは、ヘーラーの神職にあったが、ゼウスがこれを犯した。ヘーラーに発見されたゼウスは、e 王ーーを白い目牛の姿に変え、交わっていないと誓った。ヘーラーはゼウスから目牛をこい受け、全身に目がある、広島社、パノプテースアルゴスを見張りにつけた。アルゴスは目牛を無形内の森の中に連れて行き、一本の、 オリーブの木につないだ。ゼウスは、ヘルメースにメウシを盗むよう命じた。しかし、ヒエラクスがこのことを喋ってしまい、ヘルメースは秘密裏に盗み出すことができず、石を投げつけて、アルゴスを殺した。このことから、ヘルメースは、アルゲーポンテース、アルゴスの殺戮者と呼ばれるようになった。イーオーは解放されたが、ヘーラーがメウシにアブを送ったため、メウシは逃げ惑って、イオーニアワン。 イオニア海、イリュリアを通過し、ハイモス山を経て、当時トラーキア海峡と呼ばれてた海を渡った。後にこの海峡は、ボスポロス、ボスポラス海峡と呼ばれるようになった。さらにスキュティアー、キメリアーなど広大な地をさまよって、エジプトに至り、この地で、イーオーは、元の人間の姿に戻った。イーオーは、ナイル川の川辺で、ゼウスとの子、エパポスを生んだ。ヘーラーが、 クーレイスたちに命じてエパポスを隠したため、ゼウスはクーレイスたちを殺し、イー王は息子を探しに出かけて、シリアのビューブロス王の下で養育されていたエパポスと巡り合った。エジプトに戻ったイー王はこの地の王、テーデゴノスと結婚した。イー王はこの地にデーメーテールの像を建て、エジプト人はデーメーテールとイー王をイーシスと呼んだ。エパポスは長 エジプト王となり、ナイル川の娘メムピスと結婚し、火の名に基づく、メムピス氏を創建した。二人の娘リビュエーと、ポセイドオ,オーンとの間に、アゲーノールとベーロスの双子が生まれた。なお、アイスキュロスの悲劇、縛られたプロメテウスでは、イーオーは、ヘーラーのアブに追われて逃亡するうちに、スキュティアーの岩山に縛り付けられたプロメテウスに出会う。プロメテウスは、 イーオおがさらに各地をさまよった末に、エジプトで元の姿に戻り、エパポスを生むこと、イーオおの子孫の十三代目の末裔がプロメーテウスを解放するだろうと予言する。ハンガリーの神話研究家、カール・ケレーニーは、イーオうについて、さまよい歩く月の目牛の物語のヒロインとし、エウローペー、この物語ではゼウスがお牛の姿を取ったを探す。 カドモスが、メウジ横腹に満月を描いたとされるの後を追ってカドメア、後の定売を創建した神話との共通性を指摘している。また、ヘイロドトスの著述では、イーオーはヘイラーによって美剣、花ばさみでアルゴスからエジプトまで追われたとし、エパポスは、これこそ、エジプトの神牛アピスに他ならないとする。イーオーが、エジプト人の女神イーシスと似ていることの出典については、 スウィー・イダースを挙げる。イギリスの詩人ロバート・グレーブスは、アルゴスの人々は新月を目牛の角に見立てて崇拝していた。このことから、イーオーは雨をもたらす月の女神の化身だったとする。また、イーオーの物語は本来関係のない二つの物語が原型にあり、これにいくつかの要素が加わってできたのではないかと考察している。二つの物語とは、一つは、 月の真珠であるメウシが星々に守られて大空を巡る話でアイルランド伝説にも同種の話がある。もう一つはギリシアに侵入したヘレーネスの指導者ゼウスが月見子を領辱した話でいい王,王とはメウシの目を持ったヘーラーの異名に他ならない。加えられた要素としてはアブに追われて牛が狂い回る仕草は 雨乞いの儀式であり、アルゴス人の植民地がエウボヤ島からボスポロス、黒海、シリア、エジプトへと広がっていったことに伴い、この彩色も当然したことを示す。また、ギリシアにおける EU 欧信仰がエジプトのイーシス、シリアのアスタルテインドのカリのそれぞれの信仰と類似していることの説明であるとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。